妖怪ウォッチ妖怪ウォッチサンスシ、天ぷら妖怪ウォッチサンスシ、天ぷらは、レベル5より2016年7月16日に発売された、任天堂 t e ー d 3DS 向けゲームソフト、寿司、天ぷらにバージョン同時に発売。同年12月15日には一部クエストや妖怪、等を追加した、増補版、妖怪ウォッチサンスキ焼きが発売された。本校では、 月焼きの内容も記述。本作は日本と USA を舞台に二人の主人公を切り替えながらストーリーを進めていく方式。妖怪ウォッチシリーズとしては初めてバトルシステムが変更されたほか NFC による妖怪ドリームメダル内の妖怪 YC チップとの読み書きにも対応している。作中にはトム・ソーヤーの冒険 X ファイル等 アメリカ作品をモチーフとしたものが多く登場する。なお CM や PV 等では、タイトルは、寿司、天ぷら、すき焼きと、外国語なマリ風のアクセントで発音している。今作では、新たなマップや妖怪などが追加される、大型無料アップデートを段階的に実施。バージョン3.0以降は、タイトル画面にはそれぞれ、特上寿司、絶品天ぷら、特選すき焼きと表記される。 ある夏の暑い日、桜住宅街に住む主人公、ジバニャン、ウィスパーは父によって夕食として寿司、天ぷら、すき焼き屋に連れられる。そこで父から発せられた話は USA への転勤であった。主人公は家族と共に USA のセントピーナッツバーグへ引っ越して暮らすことになったが、そこで妖怪が見える少年マックと出会う。一方、 そよ風ヒルズの大型マンションに住む主人公は趣味のアイテムを入手するべく青葉原のアニメ堂で買い物をしていた。そこであることから妖怪ウォッチ U を手にし妖怪 USA ピョンと出会う。稲穂は USA ピョンやある人物との協力によって稲うさ不思議探偵団を設立し事件解決に向けて活動を始める。 今作では、ストーリーリンクという要素が登場した。これは、片方の主人公だけでプレイしていると行き詰まることがあり、その場合はもう片方の主人公のストーリーやクエストをクリアすることで先に進めるようになっている。妖怪の種族は、エイマ、はぐれが加わり11種類。今作の変更点として、すき焼き及びティーアップデートした、寿司、天ぷらでは、 バスターズティーで獲得するアイテムを使うことにより見た目はそのままに妖怪のランクを上げることができる。真面目旅は元々のランクを基準にするため妖怪によっては超真面目の S ランクになる場合がある。魂は前作より引き続き実装。合成する魂によっては特殊な力を持つレア魂の組み合わせも追加。また、今作では前衛、後衛に 同じ種族の妖怪が3体以上いると人形が発動することによって妖怪のステータスが上がる。内容は1、2と同じ。カイマ、エイマ、はぐれの人は実装されていない。前作、2に引き続き、3DS のローカル通信やインターネット通信を用いたプレイ、すれ違い通信や通信交換ができる。その他、前作、ポールのり、自転車レース、 ドンちゃんの祭り林、百鬼夜行などに同様のイベントを実装。3の寿司、天ぷらのバージョン2.0よびすき焼きで登場した新しいモード。t は大型アップデート名であるトレジャーの略。ローカル通信を用いることで最大4人でのプレイが可能。インターネット通信にも対応する。妖怪の役割は以下のいずれかであり、能力や、 得意技が異なる。旧作の妖怪ウォッチバスターズとは以下の点が異なる。ここで手に入るヌーパーツを使うことにより E ランクの妖怪が姿はそのまま S ランクになる等の様々な恩恵が得られる。ヌーパーツは獲得した時点では何かは不明だがビッグボスガーディアンを倒しダンジョンを脱出することで自動鑑定して判明する。また、 2016年にコラボレーションを行ったファイナルファンタジー14で登場した妖怪ウォッチコラボの武器も登場する。すき焼きでは寿司、天ぷらからのほぼすべてのデータを引き継いでプレイすることが可能である。ただし引き継ぎできるのはセーブデータ一つにつき一回のみであり、寿司、天ぷらで更新データバージョン2.0以降をダウンロードする必要がある。引き継ぎデータを SD カードに保存する際や、すき焼きの日記に引き継ぎデータを保存する際は、注意が必要である。ストーリーや、クエストなどの内容、妖怪メダルや、持ち物、バージョン限定クエスト等は引き継がれるが、ランダムバトルの今週の価値点や受け取っていない、報酬は引き継がれず、仲間にする際に、クエストが発生しないバージョン限定妖怪も、出現しない。妖怪ウォッチ3すき焼きは、 レベル5より2016年12月15日に発売された Nintendo 3DS 向けゲームソフト。新たにマルチプレイアクションの妖怪ウォッチバスターズ T モードが追加された。映画妖怪ウォッチゾラ飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だにゃん。と連動した専用ストーリーや専用クエストの実装。新たなレジェンドカテゴリーのミステリーレジェンド。 メリケンリジェンド及び新たな妖怪の追加、バージョン連動での覚醒エンマ等の神妖怪追加、妖怪三国志連動時の新たな武将妖怪の追加、等がなされている。二元素、本家から、二神内ちの時同様、妖怪ウォッチ三寿子、天ぷらのデータをほぼ、すべて引き継ぐことが可能。 クエストで入手する一部の寿司、天ぷら限定妖怪の入手方法が2択に変更されている。妖怪ウォッチ三寿司天ぷらのラッピング電車西日本旅客鉄道では2016年夏季に妖怪ウォッチ三寿司、天ぷらの発売に合わせて201系のラッピング列車の運行していた。妖怪ウォッチ三すき焼きに関するカテゴリー。ありがとうございます。